はい、こんにちは、僕です。ペルソナ3やっていきましょう。前回の続きでタルタロスにいるんですけれども、とりあえずね、新しくペルソナを作っていきたいと思います。録画会で準備をしておりましたので、このマサカドをね、作っていきたいと思いますね。どうやら特殊合体だったみたいで、前回か前々回か、探しても見つからなかったんですけど、ここにいました。とりあえず作ればいいかなという感じなので、素材となるね、ペルソナは何も準備はしてないですね。7万2000、高いな、まあ、いや、払おう。何継承していきますか。クリティカルアップ台、シングルブースターとか適当につけとこうかな。何系のペルソナなのかわかんないけど。四天王ですね、この素材となるペルソナは。これを合体して、平の正門になるんだ。このピッていう指パッチン、ちょっと練習してるんですけど、今。やっとね、鳴るようになってきました。我が名は正門。さあ、汝が敵を示せ。我が剣でほふって死んぜよ。正門様来ましたね。まあ、使用することはないだろうな。あ、でもね、これね、ランダマイザー持ってるんですよね。ランダマイザーが欲しかったんだよな。今のところ、初めてのランダマイザー。で、武道の素養。商品 HP が半分になる。いいな、欲しいな。次は、不動心。不動心って何ですかね。貫通ハイブースターが変わる？変化見届けてみますか。セーブしてあるし。ダメだったら、マッドアサルトいらないな。ちょっと作り直そうかな。貫通ハイブースターは欲しいな。よし、じゃあ、マサカドも作り直しましたんで、一旦今やりたいことは終わってしまったんだよな。どうしようかな。引き続きタルタロスを登ってもいいんですけど、まあ、ちょっと一旦帰りましょうか。あれ、ちょっと待って。まだ依頼達成できないな。依頼を受けていただけますか。あ、チャージを持ったマサカド。チャージを継承する必要があるの。それで。そしたらどうしようかな。いらないスキルを一つ消して、チャージをくっつけてあげればいいんだよね。刹那さみだれ打ちいらないな。チャージのカードぐらい持ってるんじゃないのかな。あれ、チャージがない。あれ、チャージのカード持ってないの。チャージのカードってどこかで手に入らないかな。いや、てっきり持ってるものだと思ってました。全然ないですね、チャージ。コンセントレートもないかな。どうかな。あ、いや、コンセントレートはあるな。チャージか。骨董屋さんとかで交換できないかな。いや、とりあえず帰りますか、今日は。とりあえずね。お疲れ様です。そしたら1月4日になりますね。ああ、そうだ、なんか雰囲気が変わったんですよね。これやっぱり違和感があるな。冬休みも残りわずかだ。早く終わってほしいんだけどな。1階ラウンジみんないるけど、特に何もなさそうかな。とりあえず迷い堂に行ってみましょうか。チャージ、あ、ここじゃなかった。チャージのカードあればいいんだけどな。ないかな。すべてのカードが揃ってるわけじゃないからな、ここも。あんたがここへ来るようになってから、どのぐらい経ったかね。私が霧城さんところを辞めて、もう10年か。私の前に現れたペルソナ使いがあんたでよかった。ひよっこだから心配し同士だったけどね。今じゃしっかりしたもんだ。あんた、すごい素体を持ってきたね。こんなの総目にかかれるもんじゃないよ。なんだろう。まあ、や、ちょっとその前に、ないかな、さすがに。チャージなんて。いや、ないな。チャージはじゃあ取りに行かないとダメかな。そしたら、目の黒煙型大天使の赤つわさ、赤翼か。耐性虫アタックだって。貫通するってこと？
いや、欲しいなぁ。この赤翼って誰、どのペルソナからもらえるんだろう。なんか四大天使から手に入りそうな気もするけど。あと、コンセントレートオート。さすがに武器が強いな。これが最終段階なのかな。属性無効系の装備が出てきましたね。あれ、電撃無効がないよ。氷結火炎しかないよ。電撃無効が欲しいんだけどな。ていうか、素材がめちゃくちゃたくさん必要になるんですね。他には令和テインとかあるけど、虚無の書、絵の具書、正門の紙、兵の軍旗、クーゲルバイン。ああ、未だにわかんないのが、このオーバーヒート回復プラス1っていう効果なんですよね。これどういう効果なんでしょうか。ゴールドクオーツも全然手に入ってないんだよな。欲しいな。ちょっとね、ゴールドクオーツもたくさん欲しいですね。で、まあいいや、とりあえず、チャージのカードは置いてませんでしたので、別途手に入れる方法を確認して取りに行きたいかな。で、今日は特に何もできないんだよな。ビーブルービーで。あ、待って、その前に。よし、カードも複製してきましたんで、とりあえずビーブルービーでアルバイトをしていきましょうか。これで夜になって、夜は何かできることあるかな？なんかさ、街に変なマークの落書きとか、張り紙とか増えてきてない？街の人の、ああいう心の変化も、やっぱりニュクスと関係あるのかな？ね、タルタロス行っとこうよ。1ヶ月なんてすぐだしさ。タルタロス行っちゃっていいかな？コロマルと、ミツル先輩がいるのか。純平と読書はもう終わってるんですよね。真田先輩だ。なんだ。今度こそ、トントン年をまたいでしまったが、約束は守りたい。忙しいところすまないが、飯を食いに行かないか。あれ、リンクエピソードですかね、これは。あ、ですね。このタイミングで、あるんだ。いや、じゃあそれなら真田先輩と過ごしていきましょうか。よし。わかった。食いたいものは決まったか。やっと食べに行ける？さて、ずっとできずにいた礼をようやくさせてもらえそうだな。今日は二人か。黒沢巡査。黒沢さん、珍しいですね。事件ですか？いや、この辺りのケイラの手伝いだよ。気づいてるかもしれんが、ここのところ町が妙な雰囲気だ。何が起きるかわからん。帰りはあまり遅くなるなよ。ありがとうございます。黒沢さんもお気をつけて。あ、ちょうどいい。君に聞きたいんだが、最近こいつが急に俺の仕事について聞かせてくれとせがんでくる。なんで？どういう魂胆だか知らんが、何か知ってるか？警察になるのかな。やましいことがある。憧れてるにしとこうか。ほう、警官でも目指すつもりか。そうなのかな。いえ、具体的なことはまだ何も。ただ世話になった黒沢さんのことを知りたいと思っただけです。俺はこいつを昔から見てきたが、ここ1年で随分と変わった。君のおかげか。だったらこの先もよろしく頼む。目を離すと何をしでかすかわからんやつだからな。ああ、わからんといえば、昨年末長泣き神社で大量のゴロツキどもが倒れていたという事件があった。状況から喧嘩だろうが、ドイツに聞いてもこちらが悪いの一点張りで相手は不明。そうなんだ。大きな集団同士の抗争とも考えたが、相手は二人だという情報もあった。しかも驚くことに、その場にいた全員怪我らしい怪我一つなし。そうなの？あれだけの数を相手に信じられんが、相当な手だれの仕業だろうな。
まあやられたのはあちこちで暴れ回ってた札付きの連中だ。誰かにしつこくつきまといでもしてきついお灸を据えられたんだろうよ。正当防衛の可能性が高く、怪我人もなしならこれ以上の捜査は必要ないだろう。どうやったんだ。助かった。なぜお前らがほっとした顔をするのか俺にはさっぱりわからんが、絶対気づいてるでしょ。俺は警察官である前に一人の人間だ。信念を持った奴らがその力の使い方を間違わない限り俺は協力を惜しまない。やはり俺の目指すべき道が見えてきた気がします。警官になるんですかね。ありがとうございます黒沢さん。礼を言われる筋合いはないし、これは俺の独り言だ。今回は無事で済んだとはいえ、ああいう真似は今後控えるんだな。最近じゃそこらのチンピラが銃まで持ってることも珍しくない。これも国際化ってやつなんだろうが、危険なのは海の向こうとそう変わらん。先輩なら勝てる。どうだろうな。銃器を持つ相手にはまずフェイントで側面からこう来たらこうするみたいな。なるほど、海の向こうか。卒業すれば自由が利く。俺の拳がどこまで通用するか試してみるのも面白い。やれやれ、そういう冗談はさておき、若さってのはお前たちだけの特権だ。羨ましくもある。いつか3人で飲みにでも行くか。それじゃあな。そういえば今回はご飯食べに行かないのかな。いつかか。受験のこともそうだが、その先を考える時期だな。何を目指し進むにせよ、俺はこの先も戦い続ける。そこには俺一人の力で成し遂げられないこともあるだろう。だから俺もいつかお前が俺たちを率いたように。まあそれは先の話だ。俺たちはまずやるべきことがある。俺は守る仲間を、お前を、俺とお前たちの未来のために、そしてあいつの自慢の兄貴でいるために。そういえば忘れないうちに渡しておこう。まだ渡すものがあるの。前にも何かもらいましたよね。バンテージ、よければ使ってくれ。巻き方は後で教えてやる。なぜこれを、何か意味が。いや深い意味はないんだが、使えば武器も握りが安定する。まあ取っておけ。それがあるから俺は全力で拳を震える。俺にとってお前はそういう存在だということだ。なるほどね。今日はケーキ漬けに腹いっぱい食おう。無礼講というやつだ。遠慮はするな。感情は俺に任せておけ。太っ腹だな、おっさん臭い。そうか、後輩と親睦を深めるにはそう言えと黒沢さんが言ってたんだが、まあいいだろう。どうせお前とは長い付き合いになる。その予行演習だ。さあ行こうか。やっと飯を食いに行けるんだ。食事しながらこれからの戦いについて二人で熱く語り合った。どこ行ったんだね。真田と固い絆でつながり、天空神ホルスンを生み出す合体が解禁になった。なんで？これあれかな？リンクエピソードだけどコミュニティと同じ感じ？だから一番最後まで行ったってことかな？それでペルソナが解禁になったんでしょうか？誰だ？もしよければお暇か？どうしようかな？なんか、久しぶりですね。そういうお誘いが来るの。もっとガンガン来てくれてもいいんだけど。やることないしさ。特に何もなければどっちかと過ごそうかな。カルトの人たちが言うには信じれば救われるだそうですが、あの言葉を真に受ける人って本当にいるんでしょうか。
幸運を呼ぶなんとかって雑誌の裏側に怪しい商品が載ってたりしますけど、僕にはそれと同じにしか思えません。そういえばカルトの人は救いだって一口に言ってるけど、そもそも何が救いになるかなんて人それぞれだよね。お金持ちになる、欲しいものを買う、街が平和になる、いろいろあると思う。カルトの人にとっての救いって一体どういうことなんだろう。なんかカルトの話ばっかりですね。怪事件か。最近のニュースはこればかりだな。そういえば影時間で起きた事件は適当に補正されるんだったよな。ああ、シャドウの被害もな。適当に補正され世間に認知される。意識不明になれば通り魔の犯行、行方不明になれば誘拐事件という風だ。ただこれには一つ条件があるらしい。それは事件が散発的であること。そうだな。だから今は大半が謎の事件でな。犯人も謎、犯行内容も謎といった風だ。そうか。なるほどな。事件が多すぎて補正が追いつかないってことか。かなり深刻だなこれは。影時間でそんなになんかある、怒ってるんですか。なんか普通にカルトが浸透しちゃってるね。ニュースでも毎日のようにやってるし、ほんと嫌な感じだな。まさか学校までこんな調子とか。あり得るな。うわ最悪。何その真っ暗な学校生活。どうなんだろう。そうそう、また学校が始まるな。みんなはどんな感じなんだろう。カルトにどっぷり。何も変わらない。そりゃそうだよな。何が変わるってわけもないか。あのコロマルさんはいい目をしてますね。純粋でまっすぐな目です。コロマルさんが最初からテウルギアで2つの力を発揮できた理由、はい、今の私ならわかる気がします。私たちと出会った時にはもうコロマルさんは大きな節目を超えてたんですね。なるほど。あ、いないよ。ここにいると思ったコロマルがいない。初めからテウルギア2つ使えたんだよねコロマル。初めからペルソナが覚醒した状態だったんだ。最近は怪事件の報道も加速度的に増えているようだな。つまり無気力症とか人が消えたとか、要するにシャドウによる被害だ。率直に言って状況は非常にまずい。こんな調子で被害者が増えればいずれ社会機能に支障をきたしてしまう。ニュースは？結局この落とし寄りは亡くなった。死因は無気力症に起因する栄養失調。新人医師が初めて救えなかった患者、彼の目から涙が溢れる。また特集なんだ。特集ばっかりですね。あれ、コロマルはいないですね。外にいたりするのかな。コロマルって普段どこにいるんだろう。あ、いたけど。今日コロマルなの？リンクエピソードあったの？コロちゃんって書いてある。フーカがめっちゃメールくれてた。外に座っているコロちゃん、寮の守り神みたい。でも寒くないのかな。ふーん、もしよければ。うわー、ちょっとたまにはフーカと過ごしたいという気持ちもあったんですけど。コロマルのリンクエピソードやっていきましょうか。他特に何もないですもんね。今日もコロマルと一緒に過ごそうか。過ごそう。コロマルも何かペルソナ解放してくれるのかな。あ、子供たちだ。コロマル、ただいまー。コロマル、あったけー。テキストだと和風しか言ってないけど、すごいな。子供たちにコロマルがもみくちゃにされてる。あのね、コロマルは病気にならないでね。ぼーっとした人今多いから。無気力犬とかいるのかな。笑顔でうがいすると病気はうつりにくいんだって。あと足が寒いと気持ちが暗くなるから、あったかくして寝るといいみたい。頭寒足熱って言うんですかね。それじゃあまたね、コロマルとお兄さん。またこの人。ここは賑やかね。なんだろう、みんな出てくるのかな、今までに関わった人が。
ほら、街の様子このところ変わってるでしょ。うつろな様子の人は多いし、何よりおかしな話も流行ってるし、だから不安になって様子を見に来たんだけど、あなたたちには杞憂だったみたい。こんな話じゃなくて、今度はおやつを持ってきましょう、うん、たこ焼きね、たこ焼き。まだ誰か来るかな。やはり世間の異様な雰囲気に不安を感じる人は多いようだ。うん、頑張ろう、負けられないな、うん、頼りにしてる。おじいちゃんも来た。ふぅ、疲れたわい。寒くなってきたの。お、そうじゃ。僕、将棋はできる。将棋仲間を探してる。割と得意、少しなら。しょうがないの。コロマルの手を借りてもね。コロマルの手を借りる。コロマルもやる気のようだ。そう。よっしゃ、では始めようか。ここでやるの。最近は刺す相手もおらんくてな。こりゃ楽しみじゃわ。本当にここでやるんだ。コロマルと一緒におじいさんと将棋をすることになった。この将棋盤、将棋盤、将棋盤って言うんだっけ。折りたたみ式のやつかな、多分ね。持ち歩いてるんだ。コロちゃん、そのヒントは待ったじゃ。パッパッこれはどういう状況だ。本当だよな。おや、おお、こりゃ失礼。家の真ん前じゃったの。あ、いえ、お気になさらず。そういや、ここ学生寮じゃったか。ってことは僕もいつかここを出るんかの。ほうか、そんならコロマルは次の寮生が引き継ぐんかの。あれ、どうなるんですかね、コロマルって。さよならだけが人生じゃが、ちいと寂しいの。大手だ。積んでる、大手だ。どわ、ほう、いい手じゃないか。なんの、まだまだここからじゃ。はあ、良い勝負じゃった。また立ち寄らせてもらおうかの。ではの、コロマルと僕、そこの綺麗な人もアーディユーアーディユー。なんか人と人とのつながりがすごいな、本作は。寮を出た先、戦いが終わった後のことか。今はまだ見当もつかないが、それでも考えておかなければな。私たちが戦うのはその未来のためなのだから。何、コロマルなら引く手あまただろうさ。うん、ありゃまあ、コマが。先ほどのご老人か。おじいさんの足元に将棋のコマが散乱している。手伝った方が良さそうだ。おじいさんを手助けし、コロマルと家まで送り届けた。家まで行ったんだ。あ、まだ続くの。戦いが終わった後のこと。戦いが終われば岩戸大分量は役目を終えるだろう。いずれ仲間たちもそれぞれの道を歩むはずだ。コロマルはどうしたいんだろう。コロマルに聞いてみようか。一緒に来るか尋ねる。どうしたいか尋ねる。すべての戦いの後、どうしたいか聞いてみた。どうしたいのかな、コロマルは。コロマルは戦いが終わった後もついてきてくれるようだ。
最後までよろしく。未来を守ろう。ボロボロの首輪だ。裏にお守りが縫い付けられている。神主さんが作ったのだろうか。くれるのか、もしかして大切なものでは。自分に預かっていてほしいようだ。次の家に持って行ったら喜んでもらえるかもしれない。任せておけ。コロマルの首輪、これも何か解放されるのかな、ペルソナが。すごいな、遠吠えが。犬だけどね。静観な境内にコロマルの声が響き渡る。コロマルの固い決意を感じた。コロマルとゆっくり寮に戻った。ああ、やっぱり、白き真珠、白魂を生み出す合体が解禁。これを見ないと白虎作れないってこと？特殊合体で光竜が出てきたんですけど、あっちはね、指針が必要になるんですよね。ただ白虎がなくて、これでやっと作れるようになるってことか。さて、夜どうしようかな。なんか純平と畑に行く機会がなかなかないんだよな。多分あとね、特性が完了してないのは純平だけだと思うんですけど、じゃあ夜は特にやることなさそうなので、またタルタロスに向かっていきましょうか。多分ね、低い階層でチャージのね、スキルカードもらえると落としてくれると思うから、ちょっとそれもね、獲得しに行きたいんですけど、まあそれはね、別途録画外で、探しに行こうかな。ちょっと時間もかかりそうだし、見ていてもつまらない作業系になりそうなので、なので一旦ね、今回はこの辺で終わりにして、続きはまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。